日本のバレーボールでは、日本のバレーボールについて記述する。1908年、欧米の単育視察から帰国し、東京 YMCA 単育主事となった大森平蔵が初めて、日本にバレーボールを紹介したと言われている。しかし大森は、ストックホルムオリンピックの帰国途中、アメリカ・カリフォルニア州で死去したため、本格的な普及には至らなかった。1913年、 会 H ブラウンが北米 YMCA から派遣されて来日し、紹介と指導に力を注ぎ、日本のバレーボール界の基礎を築いたとするのが今日の定説とされている。ブラウンは東京中華青年会にバレーボールを紹介した後、比較的体育施設が整っていた関西地区の YMCA から指導することにした。1917年、東京 YMCA 体育館の完成により、 東京 i MCA で指導したが、当時日本の体育運動会は不審の状況下にあったので、バレーボールを試みるものも極めて少なく、あまり普及するに至らなかった。バレーボールはできるだけ体制の人がやるのに意義があるとの考え方から、当初は16人制で出発。サイドアウト制を採用し、しかも点数も21点であったので大変な試合時間を要した。 このためバレーボールが競技的に盛んになってくると人数が16人では身動きが取れない。多すぎるし、運動量としても少なすぎる、決起盛んな青年たちにとっては物足らないということになり、だんだん人数が減ってきた。また国際ゲームともなれば人数が多いと派遣などで不都合が生じやすいという理由もある。1921年の 第5回極東選手権競技大会から12人制を採用、1927年の第8回極東選手権からは、日本の提案が取り入れられ9人制となった。この9人制全世時代が30年間続き、1960年前後に6人制へと移行した。1917年5月8日から17日にかけて東京芝裏で 第3回極東選手権が開催された。開催国でもあるということから、ぜひともバレーボールのチームをこの大会に出場させなければならないということになったが、当時はこのバレーボールを専門にやっている者がおらず、そのチームの編成には非常に苦心したと言われる。日本体育協会はバレーボールに最も精通しているブラウンにチーム編成を依頼し、ブラウンは東京、横浜、 大阪、神戸などの YMCA から、バスケットボール選手、陸上競技選手などの教え子のうち、バレーボールを楽しんだ、経験のあるものを集めて、急増のピックアップチームを編成した。このような事情でメンバーは、ボールの扱い方を知らず、攻撃法はまだ見たことがなく、ただボールを打って、ネットを越せればよいというレベルであった。試合の結果は当然ながら、 中国対日本が21の4、21から2で中国が勝利し、フィリピン対日本が21の7、21から0でフィリピンが勝利した。試合は大敗したものの、各地からこの試合を観戦に集まった大陸指導者が初めて見るバレーボールに大きな興味を持ち、帰郷して広めたのが日本でバレーボールが広く一般的になり普及した原因である。 その一人で、当時広島市半学校の武道教師だった河津彦志郎は、体育教科にバレーボールを取り入れるなど、教え子のた田徳浦とバレーボールを研究した。ただし、一般レベルでは、日本のバレーボールは、全くの日陰下者の境遇に置かれ、ほとんどスポーツ界から忘れ去られた。同じく世間から観客されたバスケットボールがそれでも、抑えがたい。 木工の熱と力を密かに養っていき進歩の後を示したのに反し、以後4年の間、バレーボールは局地的に細々と名脈を保った。これまで YMCA でのみで行われていたバレーボールを学校で取り入れようという動きが出始めたが、バレーボールの指導はほとんどが女子児童の間で行われ、男子の間では指導は極めて稀であった。1918年、 大阪朝日新聞社広島通信部主催の女学生の陸上競技大会が開催され、競技種目中にバレーボールが加えられた。1919年、大阪毎日新聞神戸市局主催の兵庫県女子中学校のバレーボール競技大会が開催された。単独のバレーボール大会としては、これが日本で最初である。この大会から、姫路工女神戸市立、 第一工場、兵庫県立神戸第一工場などの競合校が誕生した。これらが日本における女子バレーボールの礎石となった。1919年、第4回極東選手権に陸上競技と水泳選手で出場した田田徳夫が、1920年神戸高等、商業学校に教師として、赴任、学校で最初にバレーボールを取り入れ、バレー専門のチームを結成した。 1921年、第5回極東選手権が、上海で開催された。第3回大会で大敗したこともあり、一般体育会から帰り見られなかったバレーボールは、第2本体育協会内においても、日本から代表チームを送るか、選手派遣費用の問題もあり、消極的であった。しかしブラウンダの強い働きかけもあり選手派遣に、決死、第2本体育協会自ら、 極東大会派遣チームの予選を行った。関東予選ではバスケットボール選手を中心とした東京 YMCA が東京講師、横浜 YMCA を破り、関西予選ではただ率いる神戸交渉が大阪 YMCA を破り、東京で決勝戦が行われる予定であったが、経費の問題で決勝は中止になりバスケットボール選手を中心とした 東京 YMCA が極東選手権に出場した。試合はフィリピン対日本が21の4、21から0でフィリピンが勝利し、中国対日本が21の3、21から0で中国が勝利し、第3回大会から進歩なしという厳しい結果となった。これは東京 YMCA の選手はバスケットボールが主な目的であり、 バレーボールはおざなりにされたことと、フィリピンや中国の進歩を研究するだけの基礎もまだできていなかったことが原因であった。第5回大会の戦績は甚だ貧弱なものであったが、第日本体育協会は競技の価値を認め、日本でこれを奨励しなければ、将来極東大会で永久にフィリピン、中国に勝てないという見地から、本競技を発展させようという声が上がった。 こうして大日本体育協会の主催で毎年日本バレーボール選手権を開催することになった。またこの大会より従来の16人制は競技者が多すぎて興味がないということで12人制を採用することになった。1923年4月21日から22日に極東選手権、出場予選会見日本バレーボール選手権が開催され、 神戸交渉が大連配球団に勝って、同年5月に大阪で開催される第6回極東選手権の出場権を獲得した。これが日本最初のバレーボール専門チームとしての出場で、この中に、後大日本配球協会会長となる西川正和、渡辺一郎、若林翔之助らがいた。しかし結果は不審で、フィリピンに21のに、21から2、 中国に21の10、21から1で敗れ、関係者を落胆させた。しかし両チームからバレーボール技術の吸収に努め、次第に高度な技術や戦法をマスターしていった。この頃日本のバレーボールは、前衛の選手がジャンプもしないで平凡なボールを相手方に打ち返す、のみであったが、上海での第4回極東大会に水泳。 陸上の代表として参加していた神戸交渉のただ、徳尾監督は、フィリピン、中国の攻撃砲を見て、バレーボールは、前衛が高くジャンプし全身の力で打ち込む、スマッシングが攻撃の奥義であると認識していた。しかし、神戸交渉の選手たちに、それを解いても実際に、鉄火の洗礼を受けたことのない選手たちにはあまり、響かなかった。第6回極東大会で、 神戸交渉の選手たちがその攻撃法を目の当たりにしたことはその後の日本のバレーボール界に大きな好結果を得る元とになった。神戸交渉はスパイクのほか、指を使ったパスを自チームに取り入れるとバレーボール技術の吸収に努め次第に高度な技術や戦法をマスターしていった。神戸交渉は国内では無敵で1920年から1932年と プレス以来クラブに敗れるまで黄金時代を続けて第6回からの極東選手権はほとんど神戸交渉の選手で占められた。一部の YMCA を除いては全国に普及しなかったバレーボールを広く日本国内に普及するきっかけを作ったのは神戸交渉であり日本のバレーボールの普及発展に尽くした神戸交渉の存在は大きい。神戸交渉は 全国中等配給選手権大会を主催し、出場した選手が後年、各地の指導者に成長したのをはじめ、名古屋の八甲や地方の専門学校なども中学大会を持つようになった。中学校のレベルは一躍向上してこの中から、坂上光夫や長崎重吉など、後の全日本選手が数多く生まれた。極東選手権は、ブラウンの主張通り16人制でスタートしたが、 アメリカでのルールは、人数は、コートの大きさが決定された後、双方のマネージャーによって決定するという条項を活かして、第5、6、7回大会は12人制で行い、第8回大会から日本の発言で9人制を実行。ここに、極東の地域独特の9人制バレーボールがスタートした。また第7回大会から20点で同点の場合、十1制が採用された。 第6回極東選手権での女子バレーボールの試合日本でバレーのみに専念する最初の女子チームは東京の第2控除、女子市範、兵庫の姫路工場、神戸第一工場、広島工場である。第6回極東選手権が大阪で行われた時、女子バレーがエキジビジョンゲームとして登場した。これが日本女子の初の国際試合である。 日本からただ徳尾が指導した関西代表の姫路工女と三橋義雄が指導した関東代表の竹林チームが出場し中国の1チームと合わせて計算チームでリーグ戦形式で試合を行った結果は次の通りで日本が解消した男子チームの悲惨な敗北に比べて女子チームの勝利は女子バレーボール史に後期ある1ページをなすもので姫路工女が 極東の派遣を握ったことは、その後の国内におけるバレーボールの普及に多大な好影響を与えた。各地女学校間のバレーボール熱はにわかに高まり、女子バレーボール界の進展は男子のそれを圧倒する勢いを示した。極東選手権では1927年、神戸第一工女が優勝、1930年には愛知宿得工女が優勝と女子は参加した大会では、 すべて優勝している。1925年5月、三橋義夫を中心とする、坂本雄二、柳田徹、中川新江門、広田健臨、原聖吉などによって、関東配給協会が設立された。第7回極東選手権直前の関東配給協会の設立は、極東選手権選手選考などの移植を日本体育協会から得ようとする意図があったが、 設立を急ぎすぎたため実現できなかった。同年11月、ただ徳を、西川正和、渡辺一郎、若林翔之助、山中一郎などを中心として、関西配給協会が設立された。関西協会は、神戸交渉の関係者によって占められており、組織的に強固なものであった。同月第1回関西男子選手権大会、翌1926年、 関西女子選手権を開催し、活動は順調であった。1927年5月24日、日本体育協会は、競技会の席上で、バレーボールは、全国的な統括団体を書くため、第8回極東選手権予選会は従来、道理体育協会が行うと発表した。これに前後して、関西配給協会の多田代表は、日本体育協会の薬師事主事に、 統括団体設立の意思があることを伝えたが、具体的交渉に至らないうちに、前期の発表となった。同年7月31日、大阪市天馬橋の野田屋食堂で会合が開かれた。東海からは、松田健造、西村正嗣、佐藤金一、関東からは、薬師寺岳る生、坂本雄二、柳田通関西からは、ただ徳を代表理事、渡辺一郎、 江藤う順西川正和が出席し、大日本配給協会が設立された。欠員であった会長には、1929年、平沼良蔵が就任した。1932年に、関東学生配給連盟が、翌1933年に、関西学生配給連盟が結成。1947年には、大日本配給協会が、 日本バレーボール協会と解消された。第8回極東選手権にも神戸高賞は日本代表として出場したが1930年、第9回極東選手権には代表選考に際してピックアップ制を採用。神戸高賞の後ろ身の神戸商代の選手を中心として代表チームを編成し、強化合宿を行って本大会に臨んだ。 その結果中国チームから1セットを取るという宿を挙げた。続く1934年第10回極東選手権では完全なピックアップ制を取り、13名の代表選手を選び、初めて中国チーム破った。極東選手権も第10回に及び、ようやくフィリピン、中国に接近した力を持つに至った。極東選手権は戦争のため第10回で終了した。 なお、日本では1930年に試合時間短縮、興味の持続のためにラリーポイント制が導入されており、第10回極東選手権でも適用された。その後国際大会と無縁になった、日本国内では1941年、ネット高を 230cm から 225cm に引き下げた。戦後の特色は、 学生層の手薄をついた OB チームやクラブチームの進出が挙げられる。まず1946年の全日本選手権では全兵庫が優勝し、1947年には戦前の競合、クレ交渉を母体とした天ヶ崎製鉄クレがこれに代わり、1948年、1949年には欧米クラブが2年連続優勝の偉業を成し遂げた。 欧米クラブは口実する広島市の欧米小学校の OB チームであった。女子では、前田豊率いる戦前からの競合、東京中村高等女学校が1939年秋から太平洋戦争を挟み、1947年6月まで国体、全日本選手権などの公式戦で149連勝を記録、戦後の女子バレー発展の礎を築いた。 戦前の日本のバレーボールは極東においても苦戦する状況であったが1951年パリで開かれた国際バレーボール連盟の会議で日本バレーボール協会がフィリピンや東ドイツと共に加盟の承認を得た国際バレーボール連盟ではアメリカのルールが採用されたため国際ルールはアメリカ発祥である6人制のバレーボールとなり日本の9人制は 国際的には通用しないことが分かった。しかし6人制と9人制の問題は未解決のまま長く残った。1957年、日本で国内初の6人制選手権開催。その後も9人制極東ルールが主流であり、全日本総合選手権においても1958年6人制が導入されるが、9人制との併用開催が続く。1960年、 ブラジルで開催された世界選手権に日本男女が初参加。女子2位、男子8位。1961年、日本男女チーム欧州遠征。女子チームはソ連戦を含めて22連勝し、現地神で東洋の魔女と呼ばれる。1962年、都市大抗国体、全日本人彼が9人制を廃止、6人制に切り替え、翌年から、 インターハイも切り替え。全日本インカレ女子は62まで9人制。63は併用、六64から6人制のみ。国体は76年に9人制が復活し、以後2010年に再度廃止されるまで6人制との併用が続いた。1962年、世界選手権で日本女子がソ連を破り優勝。国民的英雄になる。翌年、大松監督。 俺についてこい。出版。九百六十四年東京オリンピックで女子が金メダル獲得。九百六十七年今日の V リーグの前身に当たる日本リーグリーグが発足。東京オリンピック女子バレーボール極東選手権では男子は終始先進国のフィリピン、中国の後人を排して振るわなかったが、国内では明治神宮体育大会を中心に学校、会社、 工場方面において、高校の女子スポーツとして、普及発展した。1928年開始の全日本選手権では、愛知宿徳工場が第1回から5連覇したが、1934年、35年の全日本選手権女子では、広島選売局が優勝している。この頃企業に女子バレーを導入したのは、非坊、倉坊、金坊などの宝石企業であった。 1936年は、金貨宝石が、1937から39年は、肥胞甘がさ宝石が全日本選手権で優勝した。企業の安価な賃金労働力の供給源となったのは、地方の中学、高校を卒業した若い女性であったが、宝石産業には、戦前の綿ぼこりにまみれた重労働という、助行愛士に見られたような不健康で不健全という、 イメージが広くルフしていた。そのため職場や仕事の健全さを世間に向けてアピールすることは労働力を確保するために必要な戦略であった。そこに盲石企業が女子スポーツに注目し力を注いだ理由がある。大量の女性労働者に対し生活を立し仲間意識を持たせ企業忠誠心を高揚させる役割も企業スポーツにはあった。また誹謗の現社長のように 企業スポーツの流星は企業の流星のバロメーターという考えも強かった。1947東日本、西日本実業団選手権開始。1948年の全日本総合で金棒淀川が準優勝。1949年から全日本実業団選手権の開始。1950年時点で登録チーム210を数えた。 1951年の全日本総合で金棒四日市が優勝し、以後は非棒足貨がクラボーツなど実業団チームの優勝が不動となる。この頃から女子バレーボール界では上位はすでに実業団によって完全に占められていた。よって1960年当時の企業ではこの頃の実業団チームのレベルはあまり高くなく男子は大学、女子は 高校の方が優位であったという記述は誤りである。1954年、秘宝がバレーボール部を貝塚に集約し、最強チームとなるが、9人制全日本総合で1950年代に2回優勝し、全日本実業団9人制で1959年から4連覇したクラボ倉敷の活躍も特筆される。日宝貝塚は他に先んじて6人制を強化し、 58年開始の6人制、全日本総合では9連覇を達成。1960年世界選手権で日本代表で2位。1962年の世界選手権でソ連を破っての優勝で国民的英雄となった。1964年の東京オリンピックでの秘蔵、貝塚を中心とする日本代表の金メダル獲得もあり、女子バレーボールは、 企業スポーツの花形として発展していった。1965年時点の登録チーム数は456。日本バレーボール協会が公表した資料によると、バレーボールの2009年度の登録選手数は40万330人。登録チーム数は2万8706チームとなっている。1926年に、文部省の体操教授要目の中に、バレーボールが取り入れられ、 学校でもバレーボールが授業で行われるようになった。学校教育においては、戦前、戦後の一時期、小学校5年生からバレーボールが教材として扱われていたことがあった。しかし、1958年の小学校、学習指導要領から外され、中学1年生からの教材として扱われている。2011年度からソフトバレーが小学校の教科に採用された。 小学校の全国大会としては全日本バレーボール、小学生大会などがあるが、小学校バレーの元祖は、広島の欧米小学校と言われる。高校バレーは、全国高等学校体育連盟バレーボール専門部が統括している。全国的な大会として、以下の大会が有名である。東京オリンピックにおけるバレーボール全日本女子の活躍をきっかけとして、全国に、 バレーボール熱が高まり、主婦たちが婦人会や PTA などでバレーボールを楽しむようになった。日本各地に広まったママさんバレーを全国的に統一しようという考えから、1970年に日本バレーボール協会と朝日新聞社主催による第1回全国大会、家庭婦人バレーボール大会が開催された。家庭婦人を対象としたスポーツ大会は、 世界でも珍しく、ブランデージー IOC 会長も、オリンピックムーブメントの生きた見本として称賛した。広島は、ボール王国、ボール作りの聖地とも呼ばれ、広島市には、ミカサやモルテンの本社がある。原料の砂鉄が豊富な地で、大量の針を広島港から東南アジアへ輸出しており、帰国時に空いた船内の有効活用のため、現地産の天然ゴムを積み込んだのが、 ボール製造や自動車産業に発展したとも言われる。地元の先輩広島男子配球部に所属した猫田勝利志ら名選手たちを輩出した広島はバレーボールワールドカップでは1977年大会から毎回必ず会場の一つになっている。企業女子スポーツの成長、発展で前述のように繊維工場があった地域では 女子バレーボールが流盛してきた歴史がある。1964年の東京五輪からバレーボールが正式種目に加わり、その頃からコンビネーションバレーが確立された。また、回転レシーブ、時間差攻撃など日本独特の技術が編み出された。いずれも高さのある欧米の選手に技術で対抗、あるいはカバーするためであって、おのずと日本で多く生まれてきた歴史がある。 以下に日本で生まれた技を記述する。全日本のバレーボールはテレビのゴールデンタイムに放送されるスポーツの一つである。1964年東京オリンピックの女子バレーボールの日本とソ連との優勝決定戦では視聴率66.8%を記録した。これはスポーツ中継としては歴代最高となっている。ワールドカップは1977年以降、 4年に一度日本で行われ、その模様がテレビで放映される。近年ではアイドルタレントを競技場に招いてパフォーマンスを披露したり、選手へのインタビューを行ったりするなどエンターテイメント化している。日本戦が開催される直前にアイドルがコート上で歌い踊るのがワールドカップの定番となっていたが、2011年大会では中止となった。 不必要とも言えるタレントのゲスト起用、アナウンサーの饒舌に対しては、選手の真剣さと、あまりに楽さがあり強座めだという厳しい論調もある。国際バレーボール連盟の年間の収益のうち、8から9割は日本での利益で、ワールドカップなど日本で、国際大会が開催される際は、日本のテレビ局から多額の放映権料を受けている。ありがとうございます。